ランチョンミート。ランチョンミートは食肉を原料とした料理の一つ。日本では缶詰のものがポピュラーである。別名はソーセージミート。沖縄県ではポークとも言う。日本の他県では商品名のスパムが用いられることが多い。本来のランチョンミートは香辛料などを加えたひき肉を金型に入れて固めたものを。 オーブンで加熱後に冷却して保存性を高めたホームメイドソーセージの一種である。ランチョンとは昼食の意味でこの種の保存食品がしばしば昼食のメニューに用いられたことからランチョンミートの名が定着した。再加熱することなく供されることも多いためハムやローストビーフ、ローストチキンなど冷たいままで用いられる肉料理の総称としてコールドカットとも呼ばれる。 普通の肉類缶詰では、ベッド加熱調理した肉類を缶詰加工することが多いが、ランチョンミートの場合、生で充填した肉類を加熱殺菌と同時に調理するのが特徴。豚肉と牛肉、稀に鶏肉とラード、豚脂、肉に対して、およそ2.5%の食塩、香辛料や調味料を細断機、カッターにかけ、加熱せずに、 長方体系のスコア缶、ランチョンミート缶に脱気充填る。中国製品などには丸缶のものもある。密封された缶詰は 340g 入り缶の場合、摂氏116度、65分間の加熱殺菌を施される。調理済み食品であるのでそのまま食べることも可能だが、沖縄県を含む日本においては、ほとんどの場合薬や炒めるなど、 再加熱して用いられる。5ミリぐらいの厚さに切って、フライパンで焼いたり、野菜と共に炒め物の具材とするのが代表的な利用法である。また、ハワイには焼いたランチョンミートを丸めたご飯に乗せて、海苔で巻いたおぎり、スパム結びがあり、これは帰郷した意味を通じて、沖縄にも伝わり、ポーク卵おにぎりとして親しまれている。沖縄のコンビニエンスストアで売られるおにぎりでは、 巻き寿司のように四角い焼き海苔の上にご飯を広げ、卵焼きとポークを置いて、二つ折りにしたサンドイッチ型のものも普及している。日本では沖縄県でポークと呼ばれて多用される。チャンプリューなどの惣菜にはこのランチョンミートが使われることが多い。戦後食糧難の頃、豚肉の代用品として、米軍経由で広まったとされる。それ以来、 日常のおかずにも多用されるなど、現代沖縄料理では欠かすことのできない食材となった。ポーク卵は沖縄の大衆食堂の定番メニューにもなっている。沖縄県で販売されている製品は、デンマークやアメリカ、中国製のものが多いが、最近は地元産の缶詰やレトルトパック入りのものもできている。また、チーズなど別の食材を組み合わせた製品も出てきている。 本土では沖縄物産店で沖縄産のポークが使われたり近年になってからインターネット上の迷惑宣伝行為のスパの名称の起源として逆に関心が持たれスパムブランドの商品が輸入食品コーナーに置かれたりはしているが一般的な食材としては定着していない中華料理が基本の香港でもランチョンミートは五三肉んざーんよ と呼ばれてよく食べられており、これを使ったご飯物、麺類、サンドイッチ、マカロニなどのメニューが茶山町という喫茶レストランにある。かつては米軍からの配給が元となって日本、特に沖縄などのアジア諸国にも利用する地域が増えた同食品だが現在ではいくつかのバリエーションも存在し、それらの愛好者も少なからず存在する。 ランチョンミートの市場では、ホーメル社のスパムとデンマークのチューリップが2大勢力である。日本本土では、スパムの人気が高い模様だが、沖縄の家庭向けとしては、チューリップ社製品の方が伝統的に優勢である。両社とも独自に、減塩タイプ、香辛料を増量したもの、チーズ型入り、7面ん使用、スモーク風味、低脂肪、無添加などのバリエーションを展開している。 なお、デンマーク産には他にもミッドランド、社の製品があり、オランダ産、近年は同ブランドで、アメリカ産のインドミル、ウィンドミル、ダッチコロニー、ダッチコロニーと共に、沖縄県内の業者が輸入販売している。デンマーク、オランダの両国とも本国では、ランチョンミートの類はほとんど販売されてらず、輸出目的の製品である。これらの中には、業務用の円筒系、 一部製品は、核型の大型缶もある。このほか、アジアを中心に、中国の上海市、広東省、北京市、天津市産のものも広く流通している。特にメイリン、バイリンハイは、業務用缶もあり、低価格であることから、大衆食堂で多用されている。店頭に並ぶ多くの製品には、ハムや創生児童用食品添加物として、 リン酸塩とアショウ酸ナトリウムが使われている。リン酸塩は安定剤と増粘剤。アショウ酸ナトリウムは肉の発色作用、発色剤と食中毒防止の作用、ボツリヌス菌に有効の役割を果たしているが、後者は発言性が指摘されている。ボツリヌス菌が産生する、ボツリヌストキシンは自然界に存在する毒素としては最強で LD で比較すると、 フグ毒のテトロドトキシンの万倍、生産狩りなら百万倍も強く、国内での届けでは少ないものの過去には、真空パック詰め食品で一度に11人の死者を出した中毒例もあり、欧州では過去において缶詰を含む食肉製品の接触にって食中毒が多発したが、食肉製品へのアショ酸の添加、食品の水分活性及び pH の制御により、 現在はほとんど発生していない。ボツリヌス菌は酸素が少ない環境下でよく生育する嫌気性菌で、加工型では高温に耐えるため予防の意味でアショウ酸ナトリウムを添加するが、肉のミオグロビンと結合するとニトロソミオグロビンに代わり肉がピンク色になるので、日本では発色剤として扱われる。アショウ酸ナトリウムのアショウ酸値としての最大残存量は、 食肉製品で7 0ログラムである。また、添加物ではないが、中国産ランチョンミートからは違法に飼料に混ぜられたと考えられるクレンブテロールが輸入時の検査で検出され、廃棄、または咳戻しの命令が出される例が出ている。沖縄県物産公社は、化学調味料、決着剤、発色剤を不使用のランチョンミートを販売している。 大手のチューリップのラインナップにも無添加の製品が加わった。ランチョンミートはソーセージ同様の肉製品であるため、海外で購入した場合は、工程液が発生していない国からであっても、日本向けの検査を受けて、検査証明書を取得した製品以外は日本へ持ちむことはできない。少量で土産として、個人で消費し他には売らないと説明しても不可である。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。